金沢競馬は15日、23年の成績優秀馬、優秀者を発表した。バレーは明け年齢年度代表馬には白山アマゾネス、メスナナ、加藤和義が輝いた。20、21年に続き2年ぶり3度目の受賞。昨年は10戦して8勝を挙げ、うち重賞は年家坂月、100万石賞。 園田の兵庫サマークイーン賞など7勝を記録した。年末12月27日には、移転50周年記念金沢ファンセレクトカップを勝利し、地方重賞通算21勝目を挙げ、国内平地重賞勝利数の最多記録を更新した。最優秀2歳馬は、ネクストスター金沢聖覇など参戦3勝のダバンティー、メスさん佐藤茂が受賞。 最優秀三歳馬には、石川ダービー、加賀優前賞など重賞四賞を挙げた昭和たっぷり、メス4、高橋敏幸が選ばれた。また、優秀者表彰の調教師部門リーディングトレーナー賞は六百七十三千百三十五賞、交流含む、の加藤和弘ず調教師、七十、騎手部門リーディングジョッキー賞は七百四十六千百二十二賞。 同の栗原大河騎手25イコール菅原。休務員部門リーディングステーブルエンプロイー賞は出走回数91回で1着34回。同のガルシア・レーマーク・コロネル休務員が受賞した。